そういうことです。いやーもうめでてー。あ、そうか、高校時代の話するんだった、吸血鬼みたいなやつ。ヴァンパイアです。アムウス、アムゼイ、教えてさんのツイート、はい、月下と絶対君とたまに来るかもしれないゲストが皆さんから寄せられる質問やお悩みに時に真剣に時にふざけながらお答えする新感覚どころかどこにでもあるすごく普通の YouTube 番組です。はい、始まりました、教えてさんのツイート、三軒茶屋のクソメガネこと月下です。 ZTTS その後に KUN つけたらば絶対君です。そしてそういうことです。いやーもうめでて、三軒茶屋の愛の伝道師として活動しておりましたが、はい、今は引退し、はい、あのソグッド隠居なされてる。そうですね、もうソグッドという名前でしか活動しないですね。まあそれにはいろいろあったんですけれども、今回はですねこの家でですね、アホほど酒を飲んでいた私の血のつながった兄ことソグッド君に実刑というやつ本気にするんですよみんな。血のつながった兄ことソグッド君にゲストで来てもらっています。はい、お願いします。教えて、彼は何をしている人かというと、まあ、ギタリスト&コンポーザーとかトラックメーカーとかでね、うん、はい、まあ、大きなところで言うと、まあ、この辺の界隈で分かりやすいのはやっぱメガシン、うん、メガシンのねアレンジとかもやってね、アレンジもたまに、うん、ライブサポートでギター弾いてて、うん、とか、まあ、あとはね記憶に新しい菅田将暉くんとね、はい、カムレの菅田将暉くん、はい、バンドでねギターを弾いて、はい、朝日スーパードライの CM に出たということで。おめでとうございます。ソグッド君おめでとう。はい、配信ライブで有名な方とのその須澤君とのデュエットの曲で、代わりに彼が歌ったっていう。何そんなことが。恐縮ながら、はい、という、すごいですね、かなり重要なポストをですねバンドの中でも占めているという噂の、ね、はい、という一回のミュージシャンですよ、はい、教えて。そして曲も素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、ご自身の曲素晴らしいですね。まあ、ちょっと最近キモいよねマジで。怖いよ。怖いよ、ありがたい。最近怖いということで結構話題になることが多いんですけどね。うん、まあ、かつては私三茶で週8で遊んでたんで。そうですね、はい、ね、お世話になりました、うん、その節は、はい。ということで気になった方はねもうチェックしてあげてください。ぜひぜひしてください、はい、教えて。ということで、スキシャからの告知、はい、素晴らしい、はい、ゼッタ君からの告知、はい、ソグッド君からの告知、あ、僕からの告知、はい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 、教えて。本日もいつも通り質問を読んでいくわけなんですけれどもね、はい、今回はズイ君が読んでくれるわけなんですね。そうですね、はい、今回は高校1年生の方です。はい、はい、これって時期的にはいつなんですか、来たのが。あ、でもすっごい最初、おお、今日その質問を どれ読もうかっつって、うん、もうだいぶやってきたじゃん、うん、正直どれに答えたかあんまり覚えてなくて、だからさ、そのタイムラグがあるから、その俺らが今まで答えたのはさすがに覚えてるけど、うん、これから先公開されていくの何だったっけとかがいろいろあるから分かんなくて、うん、そうで、だから最初から読んでて、最初から2番目に来てた質問をチョイスしました。結構過去のものめちゃめちゃ過去です、ね、だからこれ最初が3月で、うん、3月時点高校1年生で、で今年から高校2年生って言ってるので、今年からは高校3年生です、ね、です、はい、当時は1年生だったという方から質問です、はい、で、ね、そう、ペンネームはトイソースさんからいただいてます、はい、自分は高校1年生です。今年からは高校2年生で、うちの高校はコースに分かれていて、自分は理系のコースに決まりました、うん、すごく自分の行きたいところに進むことができて嬉しいのですが、勉強と部活の両立できるかなとか、自分の夢、かっこ夢は高校か中学の数学教師です。これからの将来に不安があります。指揮者さんやゼッタ君は将来に不安を感じた時、またはやる気なくなった時どうしていますか。また高校生時代のお二人のお話も聞きたいです。自分は最近はやる気のない時は指揮者さんのチェリーゼッタ君のナイトシフターを聞いて頑張っています。うんうんうん、なんてね、ありがたいですね、ありがたい話だし、はい、
意外にも高校の時の話とかは全くしてない気がする。そうね、高校生のところの話ってまあ確かにしたことないよね。あの S 君の同級生から質問が来た時一回あったけど、ずっと寝ていたっていう話しかないから。ありましたね。そうなんですよ。はい、そっか、この子高校1年生でチェリー聞いてたわけだから、うん、まあ、今高校3年生になってさくらんぼみたいにね、赤くて丸い頬にキスしてるのかな。教えて。まあ、ちなみに身も蓋もない話をすると、はい、僕はこう将来に不安を感じた時とかやる気がなくなった時は、うん、まずはやっぱりマスターベーションから入るんですよ。なるほど。一回落ち着く的なことですね。大体一回キンキ挟んでヌルヌルするっていう、はいはい、そうのがあるんだよね。それはでもちゃんと切り替えられるんですか、その後に。あ、なんか曲作りの合間とかは、うん、結構しっかりとしたリズムを刻んでるのは刻めるんだけど、それはね、わ、うん、かるの、うん、人によっちゃそれがタバコだったりとかするね。ああ、ねえねえね、うん、とりあえず切り替えが必要な時ありますから、すね、聞きすぎてわけわかんなくなった時はいいですよ、うんうん、まあ、そんなあの、はい、それがまあ一つまずどうでもいい話で、はい、教えてマジレスすると、マジの回答はこちら、はい、誰にでもできることではなく自分もできないことが多いということを自覚した上でお話します。はい、将来に不安を感じた時、やる気がなくなった時こそ目の前のやるべきことに手をつけましょう、うんうん、やる気はやり始めないと出ないことが科学的に証明されています。はい、スポーツ選手でも学生時代勉強もできたという人はたくさんいます、うん、学業と部活は両立できます。はい、何もしなければ時間はただ過ぎていくだけです。うーん、我々くらいの年であれば責任は自分で取れるし、どうなってもいい覚悟ですでに生きています。そしてだからこそやるべき時はちゃんとやりますが、トイソスくんさん、くんかな、男の子かなと思うんだけど、ね、うん、くらいの年は頑張らなかったことが後になって取り戻せないことも多い年頃です。コツは絶対できると、ね、コツは絶対できると信じ続けることです。はい、将来への不安は絶対になくならないので、うん、とにかく今のうちにやりきる癖をつけましょう。あ、以上です。すごいね、はい、やっぱこの年になってみないと分かんないこと言いましたね。まあでもさ、ここまでもみんな言うことよ、うんうん、なんかその若い子って無限の可能性がとかっていう話ってさ、生きる年を取るとその無限の可能性が無限じゃなくなるってことが分かってるわけだから、今やっとかないと取り戻さないことって結構あるわけですよ。いやでもこれ素晴らしいのが夢があることですね。そうですね、うん、それに向かっていく方法っていうか、その努力の方向がもう決まってるんで、うん、そうね、教育免許取るっていうのがまず絶対必要になるからね。そう、教えて。彼やりたいことがあるって言って頑張りたい、うん、でも頑張れないというか不安になったりとかやる気がないとかっていう話に関しては、うん、これはもうね、あのやるしかないんですよね。やり始めるしかないっていうことですよね。そうなんです、うん、で私もね、将来への不安について最近ずっと語っている人間なんですよ。はいはい、まあ、先日もなんかその音楽系の音楽業界の人たちがなんか集まるカンファレンスみたいなのズームで参加してくれたり参加してきたんですけど、うん、でそこでなんかインディペンデントアーティスト代表みたいな顔させられるわけですよ。なんかそんなことないのにさせられるんだよ。今その顔が一番でかい。インディペンデント代表です。そう、だから他の人の方がよっぽど稼いでるのに、俺がだからこういう風にその反応に歯に衣着せぬ言い方で言うからっていうので、あんまりいないからって言って、うん、まあその大事にしてくれてるっていうのもあると思うんだけど。必要だとは思いますね、そういう人材が。うん、そうなんだけど、最近よく言ってる話でさ、うん、もうなんかこの辺のそのヒップホップとかランドビーの界隈って、一、うん、回大体全部出尽くした感じあるじゃん。はい、そう。シーン全体の停滞感。そうそう。もう一回全部やったなっていう感じが、うん、だからこう新譜とか出したところで、この先大丈夫なのかっていう将来への不安とかがあるわけですよ、ね、でなんかやる気がなくなることもたくさんあるわけですよ、うん、もう本当に何もやる気が起きなくて毎日ヌルヌルするだけの日とかもあるわけですよ。まあなんだけど、何もやらないと何も起きない。貯金が減っていくだけなんだ。そうですね。そう、それはね、子供でも大人でも変わらないよね。教えて。ちなみにその、うん、やり出すためのその取っかかりみたいのって、うん、やんなきゃ無理って言うけど、それをやるにはどうすればいいですか。まあよくあんまやっぱ塾行くとかだよね。ああなるほど、うん、塾に行くっていうのをなんでみんなが やらせるかって言ったら、うん、行かないと勉強しない人がいるからね、うん、強制的にやる環境を作る、うんうん、でもなんかこうやってちゃんと悩みを言える人は、うん、なんかやらなきゃいけないっていうことなんとなく感じてるから、うん、やるとは思うけどね。やるとは思うし、うん、なんかもうだいぶ近づいてると思います先生、うんうんうん、そうですね、うん、めちゃくちゃグレてたらあれですけど、うん、何かがあったら
そうだね、うん、なんかやる気がないからって言ってずっとやらないことに罪悪感感じちゃうよね、普通、うん、普通っていうか俺みたいな人間とかは、うん、教えて私事なんですけど、うん、はい、最近いろいろなんだろうな締め切り的なものが大量にありまして、はいはいはい、それに対して、うん、やる気がないことがすげえ多いですけど、うん、ここでソーグッドさんに聞きたい、はい、毎日 DTM を12時間しているっていうツイートを見ました私、そうですね、うん、どうやってやっているのか、いやでも本当にあれですよ、はい、12時間座りっぱなしはさすがにあれなんで、まあね、本当に音楽特有なんですけど、うん、やっぱりカードキャプターさくらのステッキを最近握ってやっぱ魔法少女になりながらやっているとすごく仕事がはかどるっていうことに気づいてだから自分はそのなんていうんですか、自分のままこれ結構本当なんですけど本当に自分のそのまま いなきゃやんなきゃってやってるとどうしても辛くなっちゃうんで、 ある種こうロールプレイというか、あーなるほどね、魔法少女はやりすぎですけど、うん、なんかなりきってなんかになりきってすげえ仕事がもう陽気にできる男だって思いながら最近は椅子に向かってますね、まあ、椅子に座ってないことも多くて、ね、椅子取っ払って踊りながらで押してスペース押してスペースみたいな、なるほどね、あれしようみたいなことを結構やってるかもしれないですね。だしあとなんだろうな、単純に今曲書くのが楽しいってだけなんで、あ、まあね、締め切りうんぬんももちろん近づいてくると不安にはなるが、うん、もう当然やって当たり前でしょっていうところに落とし込まないとダメかなっていうふうに思いつつ、うん、みんなやってるし俺だけ文句言っててもねと思いながら、じゃあむしろ誰よりも早く上げて、うん、誰よりもクオリティを高くしようっていう気概さえあれば、うん、まあ何でもこなせるんじゃないかなっていうふうに思いますね。あ、なんかこれ後半はすごいなんかプロフェッショナルの流儀みたいな感じだけど前半に関してはこういう人が風俗で SM とかやんのかなって思ったロールプレイ、こういう人が女子高生の格好をしてネタを取れたりとかしないのかなとか、そういう人ほど思ったより性癖尖ってなくてノーマンです。あーなるほどね、はいはいはい、教えて高校時代の話聞きたい、ね、あ、そうか、高校時代の話するんだった、うん、俺ね、高校時代ね、マジ友達いなくてで、クラスでも孤立してたし、で、唯一の数少ない友達とかと、うん、夜な夜なそこからじゃあ歩き回、遊び回ってて、うん、悪いこともある程度走ったけど、いや悪いだし、なんか、学校もほとんど行ってなくて、高校の授業をほぼほぼサボって、で、なんか夜な夜な遊んで昼過ぎぐらいに起きて、うん、学校行ってくるって言って近くのブックオフで漫画読んで、でそんでもって部活の時間になったら行ってバンドだけやって帰ってくるっていういや感じの生活だったな。教えて。それとは結構相反しますね私。結構解禁症気味の人です。あ、立派ですね。そうなのよ、うんうん、なんか外れることがすげえ怖かったんですよね当時、うん、そう、だから本当みんなと同化してるみたいな、うん、自分いなくても当然みたいな感じの立ち位置にいたっすね、うんうん、目立たないタイプだったんです。どちらかというと、いやなんかまあよくありますよ、みんなと仲いいみたいな、結局こいつ何なのみたいな感じの人です。コウモリ野郎だったか結局こいつ何なんだよみたいな仕事辞めるまでは大体そのバイブスでしたね。あ、はい、仕事辞めてコウモリから人間になった。そう、人間になったっていう吸血鬼みたいなやつヴァンパイアです。ヴァンパイアだったのかお前。全部ヴァンパイア、はいはい、教えて。ソグト先輩どんな感じだったんですか。あ、私ですか、はい、私は高校時代はそのスキシャ君と同じような感じで、だからもう午前中は絶対体調悪かったんで僕。体調はあ、なるほどね、体調悪かったんだ。毎日午前中体調悪いんじゃしょうがないね、しょうがないしょうがない方だったんで、昼から行って、はいはい、で部活だけはどうしても行きたいって感じだったんで、うん、あれ部活何やられてたの。吹奏楽と軽音楽やってた。あ、両方やってたんだ。両方やってて、うん、で吹奏楽にこう、うん、集中して、うん、そこだけやっぱりちょっと疲れちゃうんで午前中休んで、うん、まあ体調がね教えて。で君高校進学校だった。エセ進学です。あ、エセ進学校、うん、まあ僕ガチ進学校です、ね、確かユウもガチ進学校。そうですね、ユウガチ進学校。屈指系屈指系ですね、県の屈指系。屈指系はこうなんだ。屈指系はこうなんだ。違うんだよ、ね、みんなそうなるわけじゃないんだけど、結局偏差値高いところの方がみんな生徒真面目だから、一人か二人ぐらい悪いやついても何も言わないよ、ね、本当に。うん、なるほどね。そう、なんだかんだ言ってどうにかなっちゃうっていう風にみんな思ってるわけ、うんうん、
そうでね、親も結構ね厳しかったりとかすんのよ、うん、他の子たちに関しては、うん、ちゃんと帰ってこなきゃいけないとかさ、うん、教えて。うち結構そのあんまり言うなって親に言われてんだけど、うん、その頃家庭環境もマジ複雑で結構ぐれても仕方ない感じだ許されるっていう感じではあってよかったよかったよかったあの頃屈折したおかげで今音楽やってるみたいな全てが良かったね。そうなんか本当にこの世界線に来れてよかった、うん、かったここがシュタインズゲート世界線そういう話になってくるんですよ。ゼッタ君もゼッタ君で360度一周回ってめちゃめちゃ曲がってこうそのモブの一人そっちの方がなんか狂気感じるっすね。一周回ってさらに540度回って反対に来たからさらに180度回ったからね、うん、当時のだからその高校時代を知る同級生たちが僕の活動を聞いたらなんでとなるんだマジで意味わかんねえみたいになってます、ね、今、はい、確かに、うん、いや俺も同級生から質問があるぐらいだからさ話から何なんだあいつって何者かではあったんだ仲間に友達にもまあ当時アウトサイダーだったよね教えて。いやでも孤独だったよすごく。あ、孤独は感じてたんですか。めちゃめちゃ感じてたね。そう、なんていうんですか、いわゆるそのグループに入りたいみたいな。あ、それはない、それはない。どういうなんかどこかに所属したいとかじゃなくてもさ、うん、どこかに何かないのかって退屈であったりとかさ、うん、寂しさみたいなもの絶対あるからさ。なるほど。そうでなんか孤独だなとか思ってたよ。孤立ではないよ。その言い方を変えればここをここなのかここの人だったんですね。ここバイブスですね。それは山も登るし、うん、初めの一歩でさ高村守がさ、あの一歩がさ、孤独ではないんですかって聞くシーンがあるの、はいはい、でなんかそれぞれ世界チャンピオンたちがさもう最高だ、孤独ではないですかっていうのに対して高村守が孤独というなここと呼べそれぞれがみんな一人一人がね一人でその山を頂きずに守ってこうやってやるんですよ。みんなリカルド・マルチネスの高村守やってるしそういうそういう映画あってね、そうあの当時ここでしたね当時はここと思ってなかったけど今思えばここ今思えばここだったんでしょうね教えて。それぞれの高校時代ありますよ。そうそうそう、そしてここもありますよ、うんうん、あんまりおすすめはしないんで、はい、あの普通にあの友達と仲良くしつつあのやりたいことについては、まあ、めちゃめちゃな努力が必要なのかどうかは、うん、まあ、倍率とかがあるから運の要素もあると思うけど、うん、そのやるべきことを粛々とやるという姿勢をですね、うん、我々からぜひ学んでいただいて、はいはい、大人はねやることやらないと怒られるからその通りですね。サプリって漫画に家庭が評価されるのは義務教育までっていうね。いやもう俺らマジ全員結果求められてるから、ね、まだその家庭を抜け出せないけどね頑張ったよって言いたいもん。そうなんだよね、だって頑張ってるよって言いたいもん、ね、なんか頑張りとか聞いてないからって言われちゃうんだよね。しょうがないよね、うん、トイレに貼っときますわ。教えてということで、はい、教えてサンズリアクション OSC では、はい、皆さんからのお悩み質問を募集しています、はい、概要欄のリンクから応募できるのでどしどし応募してね、はい、お願いします。スパムや冷やかしはやめてね、やめてね、はい、ということで、今回からあと3回ほど、うん、私の実景ことソグット君を招いてですね、はい、やっていきたいと思います、はいはい、ちなみに現在この床はですね私の実家から送られてきた布団が敷かれておりまして。これ実家からだったのか。あ、そうですそうですいいねいい布団ですね。そのお父さんが東京に観光しに来るとかっていう時のために送ってっつって置いたんだ。なるほどね。っていうことであのこの修学旅行乗りでやっていきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。それではまた次の週で、はい、はい。